村の声放送です。貯村の声放送です。リスナーの皆さん、ただいまから朝鮮民主主義人民共和国の首都平壌からお送りする日本語放送を始めます。キム・イルソン将軍の歌をお送りします。金正日将軍の歌をお送りします。お伝えします。まずヘッドラインです。人工衛星クァンミュンソン3号の第2号機の打ち上げに成功しました。偉大な金正日総書記を偲ぶインドネシア太陽星統一党委員会がジャカルタで発足しました。偉大な金正日総書記の逝去1周期にちなみ、朝鮮の統一と平和のための国際連絡委員会書記長が談話を発表しました。最後に労働新聞論評ダイジェストとなっています。朝鮮中央通信社報道、人工衛星クァンミュンソン3号の第2号機の打ち上げ成功。共和国の科学者技術者は偉大な金正日総書記の意訓通り、運搬ロケットウンハ3号で人工衛星クァンミュンソン3号の第2号機を軌道に乗せるのに成功した。運搬ロケットウンハ3号は主計101年2012年12月12日9時49分46秒に平壌北道チョロ山郡の朝鮮西海岸の衛星発射場で打ち上げられ、9分27秒が過ぎた9時59分13秒にクァンミュンソン3号の第2号機を軌道に正確に乗せた。クァンミュンソン3号の第2号機は 97.4 度の軌道傾斜角で、近いところの高度 499.7km、 遠いところの高度584.18km の極軌道を回っており、周期は95分29秒である。科学技術衛星であるクァンミュンソン3号の第2号機には、地球の観測に必要な測定機材と通信機材が設置されている。クァンミュンソン3号の第2号機打ち上げの完全な成功は、朝鮮労働党の科学技術重視政策の誇らしい結果であり、自主的で平和な宇宙利用の権利を堂々と行使し、国の科学技術と経済を発展させる上で画期的な出来事である。国中に偉大な金正日総書記への忍ぶ思いと敬慕の念が満ち溢れている今、共和国の科学者技術者が金日成主席の生誕100周年になる2012年に科学技術衛星を打ち上げることについての金正日総書記の意訓を見事に実行した。主計101年2012年12月12日平壌。4日、ロシア極東地域キム・イルソン金正日総書記クァンミュンソン3号の第2号機が打ち上げられました。天気に喜びに包まれています。12月12日、朝鮮西海岸の衛星発射場から打ち上げられたクァンミュンソン3号の第2号機が成功に宇宙に進入しました。このニュースに接し、
ソソン部門には、国の宇宙科学の発展に指定したキム・ジョンウン総書記のロープを運用する。喜んでください。この軍人が金正恩総書記を呼んで中呼んでいます。この1年間、国中に喜び事が多かったのですが、これほど大きい喜び、民族の誇りはありません。今回の人工衛星打ち上げの成功は、国中の人民が総書記に掲げる最大の敬意で通常の報告です。共和国の科学者技術者は、1998年さらに奮闘し、国の宇宙科学技術を高いレベルに押し上げました。2009年の関連層2号の打ち上げについて、今回の成功は金正日総書記の宇宙征服の構想の一環の実現です。総統科学技術総連盟中央委員会のジャン・ジョンナムさんはこう語ります。이번에생긴저희몰이한평생나라의과학실발전을위해서온갖노력을다바쳐신위대한장군님이국민의성공의대한장군님이그날우치앙의성공의뉴스를통해국민의과학기술의발전을위해생涯로프의관계를尽くした김정일総書記の命の革命業績が胸熱く思い出されます。3年前の2009年4月に総書記が現身で打ち上げ成功に基づいて宇宙空間の征服と平和利用分野に転換をもたらすべきだと細やかに教えました。金正恩総書記の信頼は奇跡を生む源でした。宇宙空間に頑張り、自力で関連性3号の第二号機を作りました。この輝かしい成果は偉大な金正恩同志の導きのもと、共生国家建設に励む祖先の軍隊と人民を大いに力づけるでしょう。関連と一年の第二の星が打ち上げられたことについてお話ししました。リスナーの皆さん、以上をもちまして、祖孫民主主義人民共和国からお送りする。